れ様です。沢井とおこなです。これから私の修理してもらってた板を迎えに行きます。今日は6月の11日の日曜日の朝10時です。なんかちょっとすごい感無量です。 So I go play. I got two wiffle balls and I make some holes and then just like hold off. All we have is just each other. Everything will be fine. Just hold on. なんかもう言葉にならない。Now we get to watch him in action. Of course, she's a good. The clouds come over. I know. Right when you're like still hard in that.ちょこっとだけマイナーな、もうちょっと直してもらってます。すっごい綺麗にできたよ。ふみちゃんと言います。ふみ、夫さんが乗らせてくれるかって言うからダメって言った。絶対ダメだよ。 Sometimes when it gets from my brain to my hand, it just changes up. もうちょっとだけ直してもらってる。綺麗にできたよ、ふみ。ちょっとバス君が売ってるよ、ズームイン。フォーセールだって。多分ね、30グラン。多分ね、350万ぐらいだと思う。バス君売ってるよ。日曜日の、今午後3時です。涙雨。ふみちゃんの板ができたのでこれから乗りに行ってきます。夫さんのね、 T シャツ、湘南 T シャツ。 Show me your back. 商売繁盛、波乗り商店。湘南にちょっと思いを馳せて、ふみちゃんがバス君に乗ってるよ。私のね、 T シャツはこれ、もう10年近く前に買ったんですけど、ふみちゃんとお揃いです。一緒に買ったやつ。めっちゃ雨降ってる。でもね、涙雨って言いましたけど、喜びの涙だと思う。なんか多分ビーチも雨降ってんじゃないかなと思うんだけど、誰もいないといいな。なんか楽しくなってきました。 Let's go to the beach. We're going to surf. さすがにビーチまで来たら、でも霧雨降ってますね。でも全然気にしない。出かけると決めたからには出かけるのだ。天気もコンディションも気にせずに、ふみちゃん連れて行きます。あとね、ビール持ってきたんです。ビール、お酒好きだったからね、よく一緒に波乗り後に飲んでました。よし、レッツゴー。すごい山側、もうふわららいの裾野も見えません。雨はなんかでも霧雨っぽいです、ほとんど。
今日はね、ちょっとフミを今日治って帰ってきたんで、本人ね、絶対しびれを切らして苛立ってると思うから海連れてって、水につけてで、海上がりにちょっとビールで乾杯しようと思います。フミのハワイデビュー。もうね、波のコンディションなんて気にしない。ちょっとやばい、駐車場が満車どころか、もう満車。ああ、It's open over there. Yeah, right here too. すごい。海も今めっちゃ混んでたんや。すごいね。今3時半ぐらいなんですけど、もうなんか雨模様だし、みんな帰ってんのかと思った。私たちいつも波乗りは朝派なので。I see, right there. Yeah, we can go. Right. ごめんね、おっちゃん止めるで、ここに。 Yes, sir. さあ、フミ行くよ。めっちゃ綺麗な板。あとフィンは茅ヶ崎の私のショップで、そこのプロに選んでもらったやつです。やった、いよいよだね、フミハワイデビュー。フミボード This first session since I came back. Fumi board going out for first session at Pines all the way from Japan. Look at a beautiful boardBeautiful board. Peace out. Presentation. お疲れ様です。楽しかったよ。はい、フミあげるよ。フミは好きだったので。ちなみに私たち飲みません。ここでは公共の場なんで。これね、フミちゃんに捧げます。Yep. Here, you drink the first sip. じゃあね、フミ。フミちゃんに、トゥフミ。いやー、めっちゃいい波乗りました。フミ調子いいです。ノーズもいけるし、この絞ったテールでね、うん、あとこのロッカーがすごい強いので、めっちゃいけてるドロップが決まってしまいました。ちなみに王子こと、マキのプロに選んでもらった超スーパーフレックスフィン 9.25 です。家族にもね、ちょっとこれを見せたいなと思って、撮影してます。フミと出会ったのはね、多分1990年代の終わり頃かな、2000年になったかなってないかぐらい。うん、最初一緒にボディーボードやっててね、それからロングボード始めて、二人で、ほんと、このお揃いのピンクのシャツ着てね、アホみたいに。ショップの店長に、お前らなんか、それ制服かみたいな。ウェイトレスみたいに見えんぞみたいに言われて。最後に一緒に波乗りしたのは2016年。で、5年前に事故で、交通事故じゃないんですけどね、ちょっと不慮の事故で亡くなりました。でもね、いつも毎日私は海に話しかけて海に入ってます。そして上がる時も海に一礼して、海に感謝して上がってます。今日はね、本当にこれからここがあんたのホームだよ、一緒に波乗りしようねって、とってもいいひとときを過ごしました。本当に私のこれはなんか個人的なつぶやきですけど、見てくれてありがとうございます。晴れてくるかな、なんかね、ちょっとあっちの方が晴れはしないかもしれないけど、ちょっと素敵な色になってきました。どんな色でもね、
どんな時間でも海は綺麗です。皆様も優しい一日をお過ごしください。それではまた、アロハ。おまけでございます。もうね、駐車場がいっぱいっていうか、もうカオスになってますよ。ここだって、これ駐車スペースじゃないのに、これずっと止まってて、駐車場スーパー満車、なんかのお祭りみたいですよ。すっごいにぎわい。3連休だからかな。いや、すごいすごいすごい、とんでもないにぎわいでございます。明日もこんな感じなのかなね。それでもハワイ島は美しい。ではではまた。さっきよりもグアラライさんが少し見えますよ。でね、私たちはちょっとなんかこう若い時のなんかバカサーファーに戻った気分で、今夕方5時ぐらいなんですけど、これからなんと晩ご飯はマック食べて、さらに DQ でアイス食べてっていう、どうしようもないジャンクな一日、ダメなサーファーキッズみたいな感じで行こうと思います。ではでは、バーガーヒルに行きますよ。バーガーヒルね。さあ、ボットさんのマックでのネイティブの注文の仕方講座です。 Okay, can I get two of the same quarter pounder with cheese, medium with a Diet Coke and an apple pie. No. Go to ice cream? Yep. Yep. Thank you. Oh, we're going to ice cream too.12ドルでした。いいじゃん、いいじゃん。ね、Could I get? と言いますね。12ドル。はい、おごってあげる。今日付き合ってくれたから。誰もいないんだけど。毎度おなじみのクォーターパウンダー with チーズです。あの、今日はね、フライドポテトが、フレンチフライが、あの、揚げたてで、とっても美味しい。プラス、ちょっとね、奇跡みたいなことが起きて、お金払おうとしたら、あの、前の人が払ってくれたよって言って、ドライブスルーの全車両、前に走ってた車の人が怒ってくれたんです。私たち車庫投げました。なんだかわかんないけど、知らない人ですよ。そう、動画撮る余裕なかったです。最高です。いただきます。今日はね、チョコブラウニーエクストリームじゃなくて、ロイヤルアルティメットチョコブラウニーにします。変わらない、変わらないってね、商売繁盛、波乗り商店。さあ、行ってみましょう。本当にね、さっきあのマックで前の車の人がおごってくれたんですよ。で、今度私たちもそれやろうと思って、後ろの人何頼んだのって聞いて、それがもう15ドル以下だったらおごってあげようと思って、なんかね、同じことを誰かにしたいなと思ってさっきね、夫さんが最初オーダーした時に、最初聞き間違えられちゃったみたいで、2人前じゃなくて1人前しかオーダー入んなかったんですよ。なので12ドルだったんですね。でもう一周したら、その人が前にいて、で私たちもう一種類頼んだんですけどね、それがまあ12ドルぐらいだったんで、今度別の人にやろうと思いますね。 Pass it on ですね。ハッピーをつなげていきたいですね。さすがにもうお腹いっぱいなんでしょ、お父さんね。いつものやつです。美味しいよね、ツンツン。私はね、今日はね、チョコブラウニーエクストリームじゃなくて、ロイヤルアルティメットチョコブラウニーです。同じぐらい美味しい。交互に食べてるやつです。
中にねファッジが入ってて美味しいんですよ。いただきまーす。すごいね、真ん中にこうファッジが入ってるんです。私こっちのが好きかもしれない、もしかしたら。ロイヤルアルティメットチョコブラウニーです。はい、ここね、コナコモンズのトイレ、ちょっと中撮るの忘れちゃったんですけど、あと人がいたんで、綺麗になったわ。少しですけど、なんかこんな風にペイントして綺麗になった。第一ラーメン、第一ラーメン、第一ラーメンの横にあるんですよね。もしくはアルティメットバーガーの横という感じで、ごちそうさまでした。やっぱりこういうところ効果投げる人いるよね。お金いっぱい入ってるわというわけで、ごちそうさま DQ さん、今日も美味しかったよ。そんなわけでハッピーの島ハワイ島で今日も一日が過ぎゆきます。よかったよかった、フミに乗れてよかったです。というわけで、皆様最後までご視聴ありがとうございました。ではでは、次の動画でまたお会いしましょう。バス君は火曜日、明日は夫さんね、ちょっと用事があるのでダメみたいなんですね。私一人で茅ヶ崎号で出かけます。バス君は火曜日に出動予定です。というわけで、それでは皆様また次の動画でお会いしましょう。ではでは。とりあえずちょっとバスクのとこまで行こう。さあお家帰ろう、バスク。ではではまた。Hold on. Just hold on. Little when the sun goes down, we could walk this autumn town, find a place to be alone, look into your eyes, feeling butterflies.